バージンアメリカ。バージンアメリカは、かつて、アメリカ合衆国カリフォルニア州バーリンゲームに本社を置いていた格安航空会社である。イギリスのバージングループによって設立された。2018年4月にアラスカ航空と統合して消滅した。2004年設立。2007年8月に運航を開始した。安価ではあるが、質の高いサービスを提供する。 航空会社を目指している。メインハブ空港であるサンフランシスコ国際空港を起点として、アメリカ西海岸沿いの大都市を運航するほか、東海岸の大都市へ直行便を運航する。また、運航開始からしばらくは、アメリカ国内線のみを運航していたが、2010年にはカナダのトロントへの国際線を就航させた。そして2011年には、メキシコのカンン。 ロスカボスへの就航を決定しており、アメリカ国内及び近距離国際線を運航する航空会社となっている。マイレージサービスはエレベートという名称で運営している。アメリカの法律により、アメリカの航空会社は国外企業が25%以上の経営権を持つことは認められていないため、ブラックキャニオンキャピタル LLC が75%の株式を引き受け、 残りの25%をバージングループが持つ形で成立している。航空券の座席予約システム CRS はサーブルを利用している。2004年、リチャード・ブランソン率いるバージングループ本社は2005年からバージン USA という名称でアメリカ国内線を運行する航空会社を運行させると発表した。社内での検討の結果。 サンフランシスコ国際空港に近接するカリフォルニア州バーリンゲームを本拠地に選定、本社もそこに置いた。同時に社名を現行のバージンアメリカに解消した。しかし、そこから様々な困難が同社に立ちはだかる形となった。すでにアメリカの航空産業は多くの会社が参入しているため市場が成熟しており参入することが困難であると投資家が判断。 当初2005年中に計画していた就航は2006年にまず延期された。2005年末、同社は資金を確保した上で、アメリカ運輸省に飛行に関する証明の発行を申請した。しかし、その後同社の就航に対する反対意見に満ちた、討論が多く起こる。最大の反対活動を行ったのは、上院組合連絡会議と、ヒューストンに本社を置く。 コンチネンタル航空であった。彼らの反対は、同社がアメリカ資本ではなく、外資系企業によって運営されることによるものだった。のみならず、カリフォルニア州やニューヨーク州の州議会議員、市議会議員の一部もこれに同したこともあって、バージンアメリカの先の申請は、2006年12月末、ついに却下される事態となった。これを受けて、バージングループは、 バージンアメリカの再編成へと動いた。つまり指摘された外資の影響力を弱めることにしたのである。バージンアメリカの重役会は8人から編成されるが、そのうち親会社のバージングループから送り込まれる重役は2名とし、株式の保有先の分散も図った。さらに、バージングループ創業者のリチャード・ブランソンをそこから外し、加えてバージンブランドを 社名から外す用意があるとも伝えた。こうした再編成によって2007年3月には暫定的ではあるが飛行許可が運輸省から与えられた。だがこれは完全なものではなく完全な許可は運輸省が指摘したいくつかの条件をクリアするようがあった。その条件には同社の CEO であるフレットリードの移動なども含まれていた。これについては バージン側は眼鏡に抵抗したものの結局彼を飛行許可発行後6ヶ月間の間 CEO とし次の3ヶ月の間は相談役とすることのみが許された2007年12月には公認の CEO デイビッド・カッシュが着任しているこうした様々な右翼曲折を経て2007年7月から航空券の販売を開始8月に サンフランシスコニューヨーク、ロサンゼルスニューヨーク線の就航を開始した。当初の計画から2年遅れであった。最初の市販機は3500万ドルの損失を出しているが、2010年度中にも利益を出せる見込みだという。2016年3月に、前述のような経営権株式比率のため、バージンアメリカはバージングループの移行とは別に見売り報道がなされ、 買収先として、アラスカ航空、Z ットブルー航空が名乗り出て、4月4日に、アラスカ航空が、バージンアメリカを26億ドルで買収することで、合意したと発表された。バージンアメリカ株を1株あたり57ドルで、買収する予定で、債務や機体のリース料を含めると、買収規模は、約40億ドル相当になる予定である。ただし、 アラスカ航空は、直機機材としてボーイング737、MAX シリーズを発注していて、他方バージンアメリカは機材を、エアバス A320 シリーズで揃えているので、両社は、規制当局の承認を得るまでそれぞれのブランドで、独自に運航を継続し、また、承認を待ち、統合計画を策定する移行チームを発足し、統合に際しては単一の運航許可でフライトを行う計画はある。 ブランド維持については、そのブランド価値を高く維持するバージンアメリカの経験を詳細に学んでいくとして、この当局からの承認は2017年1月1日までに獲得する計画としている。2018年1月1日、エレベートがアラスカ航空のマイレージサービスに統合された。1月11日にはアラスカ航空とバージンアメリカが単一会社として、 運航する認可を連邦航空局から取り、4月25日には予約システムもアラスカ航空側へ統合されて、バージンアメリカのブランド仕様が終了し、ウェブサイトも閉鎖された。塗装はバージングループに準ずるものが採用されている。同社の53機目の受領機材となった N361VA はシャークレット装備機だが、シャークレットに アメリカ国家をイメージした塗装を施している。2010年7月のファンボロー国際航空省において同社はエアバス A320 を30機発注。2011年1月にエアバス A320 の派生型であるエアバス A320 ネオ型のローンチカスタマーとなり30機発注した。2012年に市場が弱含みに変化していること考慮し、 2010年に発注していた A320 型30機の発注を10機へ変更し、受領も2016年以降に延期した。また、ネオ型も2022年以降の受領へ延期。座席はエコノミーとファーストクラスの2種類。アメリカ国内線では異例の時間帯によって照明の色が変わるシステムを採用。これについては、 2007年12月27日付の USA Today 誌に掲載され記事によると大陸を横断する乗客や乗務員の体調改善にも良いとのこと。機内の座席は2クラス制。ファーストクラスは前後55インチ、横幅は28インチ。電源、マッサージ機能などがついている。機内食やアルコールも無償提供される。映画やゲームもついている。 メインキャビンセレクトは座席はエコノミークラスのままだが足元が広く人気の高い非常口座席を利用しさらにファーストクラス同様機内食やアルコールを無償提供するクラスである他社のプレミアムエコノミークラスに該当するサービスクラスであると言えるメインキャビンは前後32インチ横幅は19.7インチ電源などがついている映画などは ペーパービュー、PPV 方式で有料。ソフトドリンクは無料だが、食事やアルコールは有料。座席にはタッチパネル式のパーソナルモニターがついており、機内ドリンクや機内食はこのタッチパネルで注文する仕組みである。有料サービスを利用する際は、内蔵されているカードリーダーにクレジットカードを読み取らせ決済する。なお、機内エンターテインメントシステムは、 米国のパナソニックアビオニクス製である。2014年1月現在以下の航空会社と提携していて、乗り継ぎなどで利便が図られている。バージングループ、バージン、アトランティック航空、バージン、オーストラリア航空、エミレーツ航空、エルアルイスラエル航空、カンタス航空、キャセイパシフィック航空、シンガポール航空、トランスアイロ航空、日本航空、 ハワイアン航空、南アフリカ航空など。同社は現在、アメリカとメキシコの19都市に就航している。格安航空会社が取る都市郊外の着陸料金が安い空港を使うのではなく、大都市に近い主要な空港を利用しているのも特徴である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。